どうも、高井です。4年前から私はヒューレットパッカードというパソコンを使っていました。ただこのパソコンも3年と10ヶ月くらい経った時に症状が出始めてね。どんな症状かというと、画面の半分から下に横線が入ってるんですよ。それも3種類ね。価格にしても15万9千円、それにプラス5年間の保証なので、まだ保証は効くタイミングなんですよね。修理できる。1万円払えば修理してもらえるっていうタイプ。ただ、これと同じタイプの在庫というか、それが、ヒューレットパッカード本社になくてね。ああ、そうか。でもまあ一応交換してもらおうかなっていうことで、とりあえずは修理に出そうと思うんだけど、今のタイミング、年内の修理の取り扱い終了してるみたいで、今ね、修理出しちゃうと、動画編集がってことで、やむなしですね。新しい富士通のライフブックっていうのを買おうと思ってるんです。これはサンダーボート3タイプで、ここにタイプ A ポート1つと、ここにサンダーボート3ポートが2つ。で、これがサンダーボート3対応のドッキングステーション。こんなものを使って動画編集に取り掛かってました。デザイン結構いいよね。好きだったので、ああ、そろそろ他なのかと思うと残念極まりないって感じですね。では、これからこちらの方を開封していきたいと思います。今回買ったのは富士通のこちら U93H1 の WZ っていう白ですね。黒人気みたいですけどね。で、サンダーボルト4対応のドッキングステーション。これはブラックフライデーのタイミングで買いました。47,900円ぐらいだったかな。で、こちらは定価で23万のノート PC ですね。で、24万4000いくらだったっけな。まあ、結構高いんですよ。すごい軽い。ちなみにね、CPU はヒューレットパッカードの方がインテル 5i7 の 8550U ってやつで、こっちがインテル 5i7 の第13世代の 1360P っていう、 U の一つ上がなんか第12世代13世代 P っていうのが入ってるんだけど、そっちの CPU がちょっとこうコスパタイプっていうか、いいよりこうパフォーマンスタイプになってってるっていう。だからね、すごい軽いんだけど、ただ私は軽さよりもデザイン性重視してほしい、より価格を安い方選んじゃうね。だとしたらもう完全に、そりゃもうヒューレットパッカードの方がいいなって感じですね。ちょっと比べてみるので持ってきますね。ヒューレットパッカードのノートパソコンを持ってきたので、どれぐらい違うか確かめようかな。まずこれぐらい。ただ横幅をこうやって並べられても分かんないよね。こうやって富士通を横回してどうかな。変わんないね。変わんない。ただヒューレットパッカードは13.3インチで、富士通が14型なんですよね。しかもインテル、こっちが第8世代の 855U という省エネタイプで、こっちが13世代の 1360P っていう、ちょっと省エネタイプよりはスペックがいい CPU が入っている。ただそれでも
おそらくベンチマーク上3倍から4倍ぐらい高いような数値が一応ググった先で見て取れたので、それぐらい出てるといいな。だスレッド数も倍なんですよ。どれぐらい下がるかわからないですけどね。で軽さもね、無駄に軽いんですよ。ただ1点言えば、これ日本メーカーなので、4年前の日本メーカーのパソコンなんで、海外メーカーなんでね、もうクラプトンナイフハートデザイン良かったんですよ。ただ日本メーカーがなんでこんなに分厚いプラスチック状のダッサーいパソコンが並んでたんですけど、今回はなんで日本メーカーを選んだかっていうと、海外メーカーの NEC とかデルとかヒューレットパッカードのパソコンもう取り扱ってないんですよ。買うといったらもうこれ一択しかないような状態で、メモリ 16GB の 1TB の SSD、 この環境下であればもうこれ一択だった。でメモリを 1TB から 500GB までケチるってなると、それはもうダイナブックしかなくって、あとはもう予算が20万より下にケチりたいですっていう時は、もうコア i7 の第11世代モデルしかなかった。第12世代もね、20万ギリ消費税込みでもいっちゃうくらいのね、お高い相場だったので、はあ、もうこれ一択やんみたいなね。なので皆さんももし買いに行くときは、家電量販店の時はもう日本製しか並んないということで、海外製品だったらネットでしか買えません、家電量販店で買うことはやめましょうっていうことなんですよね。それでは参考になりましたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。